節目の通算200号を放ちました村上宗隆選手です。やりましたね、今の気持ちは。いや、はい、まず勝てたんで、はい、ほっとしてます、はい。今日のゲームから伺いますが、ルーキーですけれども村上選手とは同学年になると思います。松本投手、そのピッチングどんな風に感じてましたか？いや、もうテンポよくね、どんどん相手の打者を抑えてましたし、僕らもなんとか、点数でね、援護したかったんで、まあ、8回ちょっと遅かったんですけど、援護できて、はい、よかったです。その8回の場面は2アウトランナーなしでした。どういう意識、どういう狙いで打席には入ったんでしょう？まあ、ホームランで、1点取るっていうのはすごくあの場面で、理想でしたし、僕自身あの今日の打席も、まあ、紙一重の打球が、何球かあって、まあ、なんとか仕留めたいなと思ってたんで、まあ、その意識で、入って打てたんで良かったです。ありがとうございます。そしてプロになって今日のホームランが節目の200号となりました。松山の地で200号、これに関してはいかがでしょう？そうですね、まあ、1年目から松山で、たくさん練習して、僕自身も、まあ、原点だと思ってますし、そういう場所でこうして節目のホームランが打てたということはすごく僕自身嬉しいですし、まあ、たくさんこうやってヤクルトファンの皆さんが集まってくれているので、その中で打ったことが何より嬉しいです。ありがとうございます。そしてもう一つ、あの清原和博さんの記録を抜く史上最年少での200本到達、これに関してはいかがでしょうか？そうですね、まあ、あんまりピンときてないですけど、まあ、まだまだ通過点なんで、もともと頑張れるように打てるように頑張ります。ちょっと難しい質問しますが、199号を打ってから少し足踏みして周りはまだかまだかとちょっとうるさかったかもしれませんが、正直どんな気持ちだったんですか？ありがとうございます。どんな気持ちだったか、まあ、打てる時ばっかじゃねえぞと、僕のこと何だと思ってんだと思ってました。はい、マスコミを代表してお詫びします。どうもすいませんでした。さあ村上さん、この一発で何か吹っ切れた感じもするんですが、週末は上位のチーム、大事な戦いが甲子園で待ってます。そこに向けてファンの皆さんにメッセージをお願いします。まあ、まだまだセリーグ混戦ですし、僕らも優勝目指して頑張ってますし、まあ、膝の怪我で、塩見さんが今ちょっとね、こう大好きな野球ができてないですし、まあ、僕自身同期としてすごく思い出がありますし、また早く戻ってきて、一緒に野球がやれればなと思ってますし、まあ、塩見さんを含め、怪我している人たちも皆さん優勝を目指してますし、僕らチーム一丸、チームスワローズで優勝を目指して頑張ります。ぜひ熱いご声援よろしくお願いします。それから最後に、村上選手、2日間この坊ちゃんスタジアムに集まってくれたヤクルトを特別に思っている愛媛松山のファン、その皆さんだけに向けて一言お願いできますか？だけに、松山温泉最高です。これからも、はい、熱湯のような応援よろしくお願いします。今日のヒーロー村上宗隆選手、松山を応援しています。皆さんもう一度大きな拍手をお願いします。甘いもあんま食べれないんですよね。あ、そうなんですか。ちょっと重たいんで。あ、まあ分かる気がします。32歳なんで、まあ分かる気がしますよ。60番なんで、宮さんの後継者として恥じないプレーを
頑張りたいと思います。君たちでキャッチボールしても仕方ないのよ。 LINE してって話そういや、しおみとかいらない。いや、いらない。 かけないでしょ。あ、アンパンマンですよね、やっぱちょちょ、だからそれを聞いてんだよ。その代わり、あの、頭変わるんでたくさん作られるんで。その身も蓋もないこと言うんじゃないんですよ、別に。かっこいいね、慶応大学。いや、でもなんかそういういいね。愛のコンビニ買ったりして食べるのも、うち幸せ。